YouTube 開きます、YouTube、はい、先にライブ配信を開始します、はい、まあそうなんだ、先に作ってください。エンコーダーです。エンコーダー配信にしてください、はい、で、まあ、今回はテストなんで非公開にします、まあ、タイトルテストで非公開、まあ、今回は非公開、本当は公開で、本当は公開で、本当は公開で、本当はやるときは、まあ、こうやってあのやる時間にこう設定してください、はい、設定してね、はい、あ、やばい、でもまあ今日はいいんで、エンコーダー配信作成して、まあ、このページになりますと。したら一旦ここは放置で大丈夫、はい、したら、まあ、ズームを起動してくださいって感じで、はい、まあ、この画面になります、はい、だけどミーティング作る前に、はい、設定でプロフィール、設定どこですか、設定右上です、右上プロフィールで高度な機能を表示にしてください、はい、するとこのブラウザの方でなるんですね、あ、これだ、これが、まあ、一応、まあ、多分これになってるから大丈夫なんですけど、はい、まあ、この新しいパソコンとか他のパソコンでやるときはここは絶対オンになってるか確認してください、はい、ミーティングライブストリーム配信許可、はい、許可で、はい、YouTube とカスタム両方チェックつけてください、はい、はい、で、まあ、これはなってるんで、このなってるんで大丈夫で、まあ、新規ミーティング作成ですね、まあ、これはオーディオ参加で、あ、やれ、で、詳細で、まあ、カスタムライブストリーミング配信サービスの方にしてください、はい、で、この画面があのブラウザで出てきます、はい、したら、こっちのページに戻ります、はい、で、ストリーム URL をコピーしてください、はい、で、ストリーミング URL が一番上のここになります、はい、エンコーダーのとこかね、で、ストリームキーを次にコピーしてください、はい、で表示してからコピーしてください、はい、表示してからコピーしたらストリーミングキーはここです、はい、で、ライブストリーミングページの URL っていうのは、はい、まあ、これです、ここ を,、はい、をコピーして、はい、このページね、で、こうするとこれ入れないとなぜか始まらないんで入れてください、はい、で、Go にするとまあ、これ、まあ、今ちょっと準備中みたいな感じすると、なぜか、まあまあこっち閉じちゃって大丈夫なんですけど、このページが出てくる、また戻りますで、もう行ってます、で、あとはこのライブ配信で、ここを開始するともうこれ行っちゃうんで、通話とか会話とかも全部行っちゃうんで、なんかその始まる前とかになんかそのお話しするんだったら押さない方がいいですね、了解しました、で、あのちょっとラグがあるんで、まあ、まあこれ非公開だから配信開始しますけど、配信開始して、で、あの相手が通話出たらギャラリービューっていうのが選べるようになるんで、うん、今通話僕だけだからこれだけだから何もないんですけど、それを押さないとあの喋ってる人しか、うん、あの画面に乗んない、乗んないんで、うん、そのあのね、相手が出たらギャラリービューってやつを押してください、絶対、はい、で、これ、まあ、こうやってやるんですけど、こっち見てたら分かると思うんですけど、まあ、もうさっき僕しか映ってないんでっていう風にこれ、うん、もうちょっと遅れてるんですよ、なんで、ありがとうございましたって言ってからこうありがとうございましたって言って切っちゃうと、その前のこの僕がこうやってやってるところでここ終了しちゃうと、ここで僕がこうやってやってるところで向こうを見てる側は終わっちゃうんですよ。あ、そうなんだ、なるほど、ごめん、じゃあ今日ちょっとおかしな感じ、今日ちょっと、いや今日は意外と大丈夫でした、なんか長かったんで尺、このありがとうございましたって言って、はい切りますよみたいな流れが、うん、あれ結構 あったから大丈夫なんですけど、うん、なるほどね、まあ、一番ありがとうございましたって手振ってんのを見てこっちで確認して、そうですね、でまあまあその後喋るんだったらちょっと待ってくださいねみたいなことを終わった時にまあ、あの1分ぐらい待ってくださいみたいなあらかじめ言っといて、で手振っての確認したら切るみたいな感じにした方がいいかなって思います。